皆さんこんにちは。ここはですね、つららちゃんの、いる水槽なんですけれども、プールの中にはいません。いました。今日はね、天気がいいのですごい暖かくて気持ちいい日なんですけど、あ、つららちゃんが床で寝ております。こんな感じでね、寝ておりますけれどもかわいいですね。カブトムシの幼虫なのかな。ここは結構ね、あの日が当たる場所なんですけれども、こっちは影になってるんですけど、なんかつららちゃん絶対こっちで寝ます。ちょっとその理由はよくわからないです。あったかいとこがいいんですかね、まあ、気持ちはわからなくないくもないですけど、何なんでしょうね。暑い時でも日向を結構好んで選んでいます。で、全然起きません。なんででしょうね。ビリが聞こえるかな。コンパクトに寝ております、この前も同じような動画撮ったんですけど、前肢と後肢は丸めて寝てますね。あ、起きた。おお、おはよう。ではこの辺でお別れです。さよなら。